今年7月、唐津市で起きた豪雨災害の被災者を支援しようと、地元の中学生が募金活動などで集めた義援金を送りました。義援金を送ったのは、唐津市と玄海町の中学校に通う生徒たちです。代表して唐津市内の5つの中学校の生徒会長らが昨日市の社会福祉協議会を訪れ、吉田実事務局長に義援金が入った箱を手渡しました。今年7月の豪雨災害の被災者を支援しようと、唐津第一中学校の生徒会が中学校に呼びかけ、生徒たちが夏休みに校内やショッピングセンターなどで募金活動をしたところ、42万円余りが集まったということです。で、食べ物とかそういうのに使ってほしいです。苦しんだ期間もちょっとあったと思うので、補えるような使われ方がしたいと思ってます。今回の義援金は、日本赤十字社佐賀県支部を通じて被災者の支援などに役立てられます。